脱走ミラージュ2000フランス空軍ミラージュ2000の5回脱走ミラージュ2000はフランスの脱走者製の軍用機元は迎撃戦闘機の要求に基づいて開発され第4世代ジェット戦闘機としては小型軽量な戦闘機であるが改良が続けられた結果世界的に有名なミラージュシリーズ初のマルチロール機となったフランス空軍の他に 8カ国の空軍に採用された、無尾翼デルタ式の単発戦闘機。フランスのほか8カ国に採用されている。操縦システムには、フライバイワイヤーを採用し、これにより CCV 設計が導入された。無尾翼機は主翼のみで機体の安定を図る設計に、する必要があり、設計上の制約になるが、CCV 設計により、性安定が緩和されたために、 主翼設計の自由度が高くなった。また、自然安定性の不足に起因する操縦の困難さも、コンピューター制御によってカバーできるようになったため、それまでの無病翼デルタ機よりも扱いやすい機体となっている。機体は複合材の使用による軽量化と、当時としては革新的な技術である、ブレンデッドウィングボディの採用による空気抵抗の低減が図られている。 カナード翼によって、無微区デルタの欠点を改善できるにもかかわらず、あえてカナード翼を採用しなかったのもこのためである。それでも、CCV 設計により、エレボンを下げたまま高い揚力を維持しつつ、機種上げ姿勢を取れるようになったため、離陸滑走距離の短縮や、着陸侵入速度の低下に成功している。こうした構造により、 低速度域での操縦特性が極めて良好で、その空戦性能は、パイロットの間でも評価が高い。ミラージュ 2000A ミラージュ 2000C ミラージュ2000バイト脱走は、無病気デルタ機の開発を得意としてきたが、これは、機体の小型軽量化、高速度性能の向上、飛行特性の安定性などに、メリットがある一方で、エストール性能、低空飛行、機動性などが、 主、尾翼の組み合わせによる二翼式の航空機に劣るとされ、通常の二翼式、後退翼のミラージュ F1 が採用された。またミラージュ F1 は、基本的には50年代の超音速戦闘機の技術から、あまり発展が見られない、保守的な設計であった。脱走と、フランス空軍は、当初は、対地上攻撃に重点を置いた。 総発可変翼戦闘機ミラージュ G-4 を、ついでその派生型となる溶撃機ミラージュ G-8 を、次期戦闘機として開発していたが、費用、運用の両面から1975年に、全プロジェクトは中止となった。その他にも、各種の新機軸を取り入れた機体が構想、計画、設計されたものの、ことごとく行き詰まることになる。その結果、 1975年の NATO4 カ国の新型戦闘機導入商戦においてエンジンを当時の新型機種スネクマ M53 に換装した他に大きな改造をしなかったミラージュ F1EM53 はフライバイワイヤや CCV 設計など革新的な技術を実用化したアメリカ合衆国製 F-16 に性能面で水をあけられ ことごとく破れ去った。フランス空軍及び脱走者の両者が必要としていた次期戦闘機計画は1976年の時点で実用化までの期限が1982年までという当時としても短期間での開発計画として再度開始された。脱走にとっては短期間で十分な成果を残すことを求められた結果、1972年より ミニミラージュ、シュペルミラージュ3、デルタ1000などの名称で検討されていたミラージュ3の後継機案をこれに当てた。再び無病くデルタ形式に回帰したものの F1 において採用されなかった最新の技術を積極的に導入することでもってデメリットを回避し大幅な性能向上を目指した。機体はミラージュ2000と命名されエンジンは当初 ミラージュ G-4、8用だったスネクマ M53 を流用するなど、開発期間の短期化に注力した。そのため、設計開始から初飛行までわずか27ヶ月と、驚異的な、速さで開発が進み、1983年には、量産型の軍への納入を開始し、翌年には、実戦配備されている。ただし、新型レーダーの開発は間に合わず、 最初期の37機は予定していた、ルディレーダーの代わりに RDM レーダーを装備していた。輸出面では F-16 や F-A-18 のようなアメリカ機の躍進によって、当初はあまり振るわなかったが、フランスでは、ミラージュ2000バイトをベースとして、核兵器の運用を担う、戦略爆撃機型のミラージュ 2000N が開発され、1983年に、 初飛行を達成した。この成果を踏まえて1986年から戦闘能力向上の研究が始まり、ミラージュ 2000N にも採用された強化型エンジンを採用して各種改良を施したマルチロール型のミラージュ2000から5が開発された。当初は海外輸出用として生産され、フランス本国の空軍で採用する予定ではなかったものの、 1992年には、後継機ラファールの配備が遅れている間のつなぎとして、同仕様への改修を決定し、それに続く形で、中華民国とカタールが採用した。1999年に発表された、ミラージュ2000から5マークには、輸出専用の発展型で、ラファールで採用された装備、技術の一部も取り入れているが、 採用したのは既存の運用国であったギリシャとアラブ、主張国連邦のみに終わった。ブラジルでは契約直前まで進んでいたが、当国の財政危機により心臓の近代化改周期ではなく中古機の導入に切り替えられた。こうして、ミラージュ2000シリーズの生産は2007年に終了したが、脱走は既存のユーザーに HMD 画像識別ポッド、 戦術データリンク、GPS、ストを実装する、中間寿命回収を提案している。前述の通り、ミラージュ2000の外見は、ミラージュ3、5、50によく似ているが、中身は設計当時の最新技術を取り入れて、大きく変化している。主翼は、ミラージュ3、5、50と、同じく無尾翼のデルタ翼であり、胴体の仮面部分に配置されている。 主な操縦翼面は、主翼公園に設置された二分割式のエレボンであり、ピッチ軸とロール軸を制御する。フライバイワイヤーと CCV による操縦概念を取り入れた結果、エレボンを下げても機種上げができるようになったため、離着陸時の速度と滑走距離は、ミラージュ3-5-50よりも、はるかに短くなった。また、主翼前園には水平飛行時の空気抵抗を、 抑えつつ、迎え角限界を向上させるため、コニカルキャンバーに変えてに分割式のスラットが配置されている。胴体と主翼の境界線を滑らかに成形する、ブレンテッドウィングボディの概念も取り入れられているが、F-16 や MIG-29、S-27 などに比べると、ラークスがないこともあって、一見しただけではわかりにくい。垂直尾翼は、 ミラージュ3、5、50よりも高くなっており、高向かい時には空気取り入れ口の側面付近に取り付けた、ストレーキが発生させた、乱気流を垂直尾翼に当てることで、ベントラルフィンを装着することなく、垂直尾翼の機器を強化している。膠着装置も、前足は、ミラージュ F1 と同様に、ダブルタイヤ、後方引き込み式であるが、主脚は、ミラージュ3、5、 50と同様のシングルタイヤ、内側折りたたみ式に戻されている。ミラージュ2000のコックピット。中央下部のレーダーディスプレイ以外は、アナログ式ケーキが配置されている。コックピットは、初期型のミラージュ 2000C、B では、ケーキ板正面にヘッドアップディスプレイが配置されており、ケーキ板中央下部の CRT 式、レーダーディスプレイ以外は、 アナログ式の軽機類で構成されていた。ただし、ミラージュ2000から5では3つの液晶式、マルチファンクションディスプレイとヘッドアップディスプレイの下に HLD を装備したグラスコックピットとなっている。また、全部の風防はキャノピーとの境界線以外の枠を廃止しており、それ以前のフランス製戦闘機よりも前方視界が良好になっている。キャノピーは、 ミラージュ3、5、50、F1 と同様に、胴体背面へほぼ一直線につながる、ファストバック形態となっており、同世代のベースの戦闘機が採用した、バブルキャノピーに比べると、空気抵抗が少ない利点がある代わりに、後方視界が悪い。複雑型のミラージュ2000バイト、N、D では、ミラージュ F1 と同様に前後席それぞれに独立した、 キャノピーが設置されており、座席の間には、射出座席作動時のロケット噴射炎を防ぐための、透明アクリル板が設置されている。射出座席は、イギリスのマーチン・ベイカー製、マーク10を、イスパノスイザに、ライセンス生産させたものを搭載する。エンジンは、スネクマ製のアフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンである、M53 を一気搭載する。 スネクマ M53 は3段の低圧圧縮機と5段の高圧圧縮機を装備しているが、戦闘機用のターボファンエンジンとしては極めて珍しい、単軸式エンジンであるほか、軸流式圧縮機の性欲はすべて同じ角度を維持する固定式である。このため構造はシンプルであるが、総圧縮比は9.8、1程度と、 同世代のエンジンと比べれば低い型であり、引いては水力重量比の低いエンジンとなってしまう弱点を有する。水力は最終発展型の M53P2 では、ミリタリー水力 14,388LBF、アフターバーナー使用時最大水力 21,357LBF である。インテークはミラージュシリーズの伝統を守り、 胴体左右両側に半円形インテークが設置され、インテークには半円水型のショックコーンが配置されている。このショックコーンは、可変式で速度に応じて最も効果的な場所で衝撃波を発生させるように、前後方向に位置を自動調節する機能がある。外装固定式の空中給油用プローブの採用アメリカ海兵隊の k c J から空中給油を受けるフランス空軍のミラージュ2000。ミラージュ2000はコックピット全部右寄りに固定式の空中給油用プローブを固定装備する。このプローブはボルト固定式であり必要がなければ外すことも可能である。コックピット斜め前方に突き出した固定式の空中給油用プローブは空気抵抗を増し視界を狭めることになり かつステルス性を減ずることになり、最新の戦闘機にしては、キーな装備のように思える。ただし空中給油をしない場合は、取り外しが可能で重量軽減に資することになる。本来本機は、空中給油を必要としない迎撃を目的に開発されており、その倍稼働収納式の空中給油用プローブの採用は、デッドウェイトとなってしまう。 長距離爆撃も想定したマルチロール機として運用する場合は目的に応じて増装やプローブを装着するといった合理的な設計思想と言える。レーダー化機関性レーダーはミラージュ 2000C の初期型では RDM が搭載されており、インドやエジプト、ペルー、ギリシャ、アラブ首長国連邦向けの機体にも搭載された。ミラージュ 2000C の後期型では より対空戦闘能力を強化したルディレーダーが搭載された。ミラージュ2000から5では、ミカの運用能力等を付与したルディレーダーを搭載した。これは、フランス空軍機のほか、台湾とカタールの機体に搭載された。さらに改良型のルディ -2 が、アラブ首長国連邦とギリシャに輸出された。インド向けのミラージュ 2000i-Ti 回収機には、 ルディ -3 レーダーが搭載された。自己防御装備ミラージュ2000の電子戦装備はイコームズとして高度に統合化されており、外装型の電子戦ポットもイコームズの一部として機能するように設計されている。アラブ首長国連邦空軍のミラージュ2000から9では統合自己防御システムがイミューズに更新されている。胴体下部から見たミラージュ二0 胴体、中央線下に増装を搭載しているほか、それ以外のハードポイントにもパイロンを装着している。固定式機関砲は、ミラージュシリーズの伝統に基づいて、全部胴体仮面に2門のデフ5 5 4 3 0 m m リボルバーカノンを搭載するが、複座型では、鉱石搭載スペースを確保するために、搭載されていない。ハードポイントは、 左右主翼下に二つずつ、胴体中心線下に一つ、胴体の主翼付け根部分に四つの合計9箇所であり、このうち胴体中心線下と左右主翼下内側の三つが、増装を装備可能なウェットポイントである。また主翼外側のハードポイントは、R550 マジックやミカ・ IR などの、空対空ミサイルの中でも、比較的軽量な兵装しか搭載できない。 主な空対空兵装は、赤外線追尾式の R550 マジックと、セミアクティブレーダー誘導式のシュペル 530D を、主翼下に2発ずつ、計4発搭載するほか、ミラージュ2000から5では、新型のミカを6発搭載できるため、増装を3本搭載できる。ただし、核攻撃機型のミラージュ 2000N や、戦闘爆撃機型のミラージュ 2000D では自衛用の、 R550 マジックか、ミカ・ IR のみを装備する。フランス空軍では、ミラージュ 2000C-5F は空対空戦闘、ミラージュ2000バイトは、機種転換訓練に専念するものとされており、核攻撃を含めた、対地攻撃や偵察は、ミラージュ 2000N、D やシープキャット・ジャギュアや、ミラージュ F1CT、CR、ラファールが担っているが、 輸出先では、対空戦闘と、対地、対艦攻撃の双方を担うマルチロール機として、運用されていることが多く、レーザー誘導爆弾や、ラファエル・スパイス誘導爆弾、スカルプ・イージー巡航ミサイル、AM39 エグゾセソラ対艦がミサイルなどの、運用が可能となっている。フランス空軍機は1991年の、湾岸戦争を筆頭とする多くの紛争に、 実戦投入された。アラブ首長国連邦空軍機は湾岸戦争にカタール空軍機は2011年リビア内戦にフランス空軍機と共に参加している。エジプト空軍のミラージュ 2000EM エジプト空軍は1981年12月に20機を発注した。ミラージュ2000にとって最初の海外発注であったが代金支払いの遅延から 実際の引き渡しはインドよりも遅い1986年6月にずれ込んだ。エジプト空軍の機体は、レーダーは RDM、エンジンはスネクマ M53 から5と、フランス空軍の初期型に近い構成になっている。任務は、全天候迎撃の他に、アルマット対レーダーミサイルやレーザー誘導爆弾などによる、対地攻撃も行う。このため、アトリス、 通称順ポッドの運用能力も付与されている。インド空軍のミラージュ 2000TH インド空軍は、1984年にミラージュ 2000HTH の導入契約を交わし、翌1985年から短座型のミラージュ 2000H42 機と複座型ミラージュ 2000TH7 機を導入した。また2004年には4機のミラージュ 2000H と6機の ミラージュ 2000th を追加導入しており、インド空軍がフランスから新規導入した機体は、単座型46機、複座型13機の計59機となる。インド空軍では、ミラージュ2000は、バジュラと呼ばれており、インド中央部のグアーリアル近郊にある、軍民共用のマハラージプール空軍基地に駐屯する、第40航空団霊下の第1、第7、 第9の3個飛行隊に配備されているが、このうち実戦部隊は第1、第7の2個飛行隊である。インド空軍のミラージュ2000は対空戦闘だけでなく対地攻撃もこなせるように RDM レーダーを装備しているほか、フランス空軍のミラージュ 2000ND と同じアンテロープ号を装備しているという情報もある。エンジンについては、 当初は旧式の M53 から5を装備していたが、後には、前期が、新型の M53P2 に換装された。兵装については、対空兵装は、シュペル 530DE とマジック2を装備する。対地攻撃兵装としては、AS30 リットルやアルマット対、レーダーミサイル、ペイブウェイ2レーザー誘導爆弾などの、各種誘導兵器、無誘導兵器のほか、 戦術核兵器の運用能力も付与されている。精密誘導兵器を運用するために、照準ポッドとして、フランス製のアトリスやイスラエル製のライトニングを運用可能となっている。ペルー空軍のミラージュ 2000P ペルー空軍は、1982年12月に16機のミラージュ2000を発注した。この契約にはさらに10機分のオプションが付与されていた。 その後の経済危機により1984年7月に再交渉が行われた結果、最終的な導入機数は12機に削減され、1986年12月から引き渡しが始まった。ペルー空軍の機体は、エンジンは M53P2 であるが、レーダーは RDM である。また、対地攻撃用ニアトリス、通称ジュンポッドや、 BGL レーザー誘導爆弾 AS30 リットル空対地ミサイルなどの対地攻撃兵装も運用可能となっている。1995年の1月から2月にかけてエクアドルとの間に勃発したセネパ紛争においては特筆に値する活躍はしていない。一説には経済危機による予備部品不足から 紛争勃発当時に稼働可能な機体は3機だったとも言われる。ギリシャ空軍のミラージュ 2000EG。量子翼化に AM39 エグゾセソラ対艦がミサイルを装備している。ギリシャ政府は1985年3月に短座型のミラージュ 2000EG36 機と複座型のミラージュ2000バイト G4 機の計40機を導入することを発表した。 ギリシャ空軍は1988年からミラージュ2000の受領を開始し、棚倉空軍基地の第114戦闘航空団霊下の第331飛行隊と第332飛行隊に配備した。また、エーゲ海に浮かぶスキロス島の第135戦闘航空軍に2機の航空機と3から4名のパイロットをローテーションで展開させて、 トルコ空軍機の領空侵犯に備えている。1996年には、領空侵犯したトルコ空軍の F-16、D ブロック40を、格闘戦の末、マジックに短射低空対空ミサイルで撃墜している。ギリシャ政府は2000年に、短座型10機と、複座型5機の、計1 5機のミラージュ2000から5マーク2を追加導入することを発表した。 2007年3月1日に、ミラージュ2000から5マーク2の最初の機体が、田倉空軍基地に到着し、同年11月23日に、最後の機体を引き渡したのを最後に、ミラージュ2000の新規生産は終了した。ミラージュ2000から5マーク2を配備されることになった第331飛行隊は、2007年3月3日から、機種転換訓練を開始し、 2008年5月には、機種転換訓練を完了した。同体下に偵察ポッドを搭載した、ミラージュ2000ラジアンアラブ首長国連邦空軍は、1986年に36機のミラージュ2000ド、DAD、ラジアンを発注した。このうちラジアンは、ミラージュ2000シリーズ唯一の偵察型で、機体本体には、偵察機器を搭載していないが偵察ポッドの、 運用能力を持っている。自己防御装備は、イタリアのエレットロニカ製 ELT-158 レーダー警戒受信機と、同社製 ELT-558 電子妨害装置を搭載している。1998年には、改良型のミラージュ2000から9を62機導入することを決定。うち32機はフランスから、 新臓器を導入するが、残りの30機は既存のミラージュ2000移動、DAD、ラジアンをミラージュ2000から旧使用に回収することとした。これにより、アラブ首長国連邦空軍は、フランス国外でのミラージュ2000新臓器購入数では、最多の68機を購入した。ミラージュ2000から旧の新臓器は1999年4月から2004年までに、 納品され、既存の機体の回収も2007年までには完了した。また、並走システムも納品当初は、SAT-91 と呼ばれる暫定的な並走システムで、納品されていたが、2005年には、SAT-92 と呼ばれる完成型の並走システムの開発が完了し、既存の機体のシステムもすべて更新された。ミラージュ2000から9は、基本的には、 ミラージュ2000から5マーク2と同じ機体であるが、一部の電子装備が異なっている。中華民国空軍のミラージュ2000の 5D。同体下に搭載したガンポッドと風防前面の空中給油用プローブがないことに注目。1980年代の中華民国空軍は、主力星空戦闘機であった F-104 スターファイターの老朽化に直面していた。 中華民国政府は F-104 の後継機として F-16 の売却をアメリカに要請していたが中華人民共和国との関係を重視していたアメリカは F-16 の売却を拒否したアメリカは代わりに F-20 タイガーシャークと F-16-79 の売却を提案したが中華民国はこれらの機体を導入する代わりに 独自に FCK1 警告の開発を進めていった。フランスは1992年に中華民国にミラージュ2000の後の購入を打診した。当初は120機を導入するとも言われていたが、最終的には60機の導入が決定された。中華民国空軍がフランス製戦闘機を導入するのは1937年に、 ドボワチーヌ D510C を購入して以来のことだったのでミラージュ2000から5を導入する際には並走として960発のミカイエムと480発のマジック2機関砲を内蔵していない複座型の射撃訓練に使うためのデフィ 55430mm 機関砲を2問搭載したガンポッドが複数引き渡されたほか増装やヘルメット ハイジースーツなどの各種装備品も新たに導入した。中華民国空軍のミラージュ2000の後は新築市の新築空軍基地に配置された第2戦術、戦闘機連隊励下の第41、第42、第48飛行中隊に配備されている。このうち第48飛行中隊は転換訓練部隊である。第2連隊は 民国86年5月に最初のミラージュ2000から5を受領して F-104 からの転換訓練を開始し、同年12月に第41飛行中隊の転換訓練が完了。翌民国87年11月に60機すべてのミラージュ2000を受領した。カタール空軍のミラージュ2000の5枝カタール空軍は1994年に フランスから12機のミラージュ2000の5へだ、マイナス5、DDA を16億ドルで購入契約を交わし、1997年からの引き渡しを受けた。カタール空軍のミラージュ2000の5は、台湾の機体が防空戦闘を主任務とするのとは、対照的にアパシュ巡航ミサイルなどの運用能力を付与された、マルチロール機となっている。 カタール空軍のミラージュ2000の後は短期間の運用後に保管状態に置かれ売却が検討された。一時はインドへの売却交渉も行われたが、インドが提案した買取価格がカタールの売却希望価格の半額以下だったことから2009年中頃に交渉は打ち切られた。2011年にはリビアでの内戦において、 国際連合安全保障理事会決議1973に基づいて設定された飛行禁止空域の監視のためにカタール空軍のミラージュ2 0 0 5ののうち6機がアメリカ・アフリカ軍の指揮下で作戦に従事したカタール空軍は2015年に24機の脱走ラファール2017年に24機のユーロファイター台風を導入する契約を交わしており ミラージュ2000から後の退役はそう遠くないものと思われる。ブラジル空軍のミラージュ 2000C、主翼下にシュペル 530D を装備している。ブラジル空軍では運用寿命が迫っていたミラージュ3の暫定後継機として2005年にフランス空軍から中古のミラージュ2000を12機受領する契約を結んだ。売却価格はパイロットや地上要員の訓練や 運用支援を含めて8000万ユーロであった。ブラジル空軍は2006年から2008年にかけて1年に4機ずつのミラージュ2000を受領した。ブラジル空軍のミラージュ2000はアナポリス空軍基地の第一防空戦闘航空軍に配備され F-2000 と呼称された。ブラジル空軍のミラージュ2000はミラージュ3と同様に 防空戦闘を主任務としており、兵装は、マジック2とシュペル 530D であった。しかし、2013年に、ブラジル空軍のミラージュ2000は退役した。第一防空戦闘航空軍には、暫定的に F-5EM が配備されており、FX-2 選定において選定された、グリペン NG の配備が始まる2021年までは、 F-5EM を運用する計画である。三面図ミラージュ2000から5マーク、ニット搭載武装運用国。ありがとうございます。